からおっさんの話を言ってして、うん、コメントをどうなんか応援コメントが多くなってきたなあれもしかしてちゃんと喋れっていう応援コメントですか喋りましょう。そうですね、皆さん何がどうも、いやいやもうもういいもういい最初にやったから、最初に結構やったからもう大丈夫大丈夫、うん、あ、もしかしたらさっきいらっしゃったお客さんのために、はい、あ、そうですね、やったわけですね、はい、見てない方もいるんで、見てない方もいるから、じゃあちょっと山本さんお願いします、モノマネ。いやいや、おかしいでしょいや、おかしいでしょ、うん、僕はね、まあ、バシッとちゃんと真面目に、真面目にこうかなと思ってるから、ああ似てる似てる似てる、あ似てるなおかしいおかしい、何人いるんだか、ほんとそういうのはやめましょう、うん、はい、あ定期的に生放送やってほしい、うん、やりたいですね。違うやつ違うやつ違う違う、ん、定期的に定期的に生放送、生放送、うん、ぜひやりたいです、やりたいですね、やりたいですね、うん、ちょっとまあそうだけど皆さんね、お忙しい、いやいや、そんなことないだってこの東京一望できる夜景を見れるこのお店を予約するのが僕は難しいんじゃないかと。そうですね、ね、もういや、すげえわ、もういやね、いや、ほんとはこうガッて見したいんですけど、もしかしたらそれでお店がバレるかもしれないんで、うん、ちょっとそこに関してはね、言えない、許可を取ってないのを潰したんですけど、あーどうも、あともう、はい、あともこんにちは、あ、監督からお二人に要求とかありますか、はい、ああ、お二人に要求、おうーん、まあ今のところはないかなというのを、今日60秒の撮影して、ね、結構僕的には満足しちゃったっていう、本当ですか、あこれは なんか確信めいたものはありました、ね、嬉しいですね、あいや本当はね、今日の次の60秒は、まあ、30秒あれ撮っちゃうよね、撮ってほとんどなんか実景に字幕みたいな、はい、だあれのもうちょっと長めので、やっぱり内容の説明せなならんだろうと思ったから、そっちの原稿も実は書いてたんだよね、うん、話の内容とか、はい、ストーリーとかをこう説明するものにしようっていうのが最初のプランだったんだけど、まあ、で30秒撮って編集してやって、あれこれ考えていくうちに、どうしても俺は2人の芝居撮りたかった、撮りたくなっちゃったらしいです、うん、なっちゃったそうです。なっちゃった。でもその、ね、まあ、うん、見ていただいて、はい、うん、まあ、いけんじゃねえかと。そういうこと。おっとってなったんですね。これはなかなかいいもんに仕上がるのではないのかな。嬉しいですね。嬉しいです。お楽しみに。今日撮っていただいたものをもう完成形として、うん、もう終わりましょう。結構100点満点近いってことですか、ね。やめてくださいよ。今日のは。まあ今のところね。今のところ。まあでもこれで満足しちゃダメなのか。そうですね。ここから、まあ、だからそうね、まあ、2人に要求することは、まあ、もっと頑張ろうと、もうちょっと高みを目指して、はい、だから、この、あ、そうだ、ああ、思い出した、ね、前回の、30秒配信の時の、生放送でもこれ話したんだけど、今回、こういうユーザーさんのさ、はい、コメントとコメントとかこうもらうじゃん、はい、それで俺は2人のなんかその役作りが見たいなっていう、監督ってさ、うんうん、やっぱそう、それはどうした作品の方向性とかって決める、作品の大事なことを決める、もちろん作家でもあるから、はい、あるんだけど、やっぱ俳優さんの、俺も助監督やって監督まで一本だけだから、はい、そういう新人監督だからさ、助監督からやって、やっぱり俳優さんの役作りって結果しか見たことないんだよ、うん、だからその辺がなんか俺は見てみたいなみたいなところと、おそらくこの話、台本じゃなくて話が出来上がってないこういう人間っていうイメージは今日とかでも今日伝えたでしょ。でおそらくそれをなんかこう咀嚼するというか、そこからイメージ、自分の中でのこの金のイメージ、大和のイメージを作る期間っていうのはおそらくまだ先
いつ撮れるかどうか分かんないけど、はい、機会があるわけで、でその中でだんだん、役作りをどう進めていってほしいなっていうのが、例えば自分の日常生活の中とか周りの人とかの観察をしてもらって、ヤマトにはこういう側面があるんだ、金の思いってこういうことじゃないかっていうのをちょっと毎日のところで考えながら、それをちょっと俺に伝えてもらって、それを形にして映画にしたいなっていうのはできるんじゃないかっていうのは実はあるんだよね。だそうです、うん、俳優さんの役作りってやっぱり一番最初に大事なのはリアリティだから。リアリティ、うん、例えばこういう職業、例えば会社にやるとかお医者さんにやるとか、ただ実際にそのお医者さんのところに会いに行って取材をしてっていう風に作っていくじゃん。はい、うん、いや殺し屋に会いに行くってことですか。じゃあそれはできないです。大丈夫です。だから職業としての生業としての殺し屋っていうことにはなってるんだけどさ、はい、でも人間性はさっき言ったような話なんだけど、天性のものに対してそれまで疑問に思っていたものから、金の場合は怯えなので、ヤマトはその自分 の, その今までの人生の中でこう作り上げてきた完璧なものがあるわけじゃない、その殺人に対する技とかさ、戦闘に対するスキルとか、それがこう揺るぐ相手になっちゃったわけだよ。何にも知らねえこんなひょろっとしたやつが、もう苦もなく、うん、人の命を取るという作業ができるっていう、自分のこれまでのこと、これは自分が何十年こう訓練して勉強して積み上げたものをこいつ、ね、昨日やってきたやつがすぐできるっていう、そこの衝撃も多分あるんだと思うんだよね。まあ、そういう対決の描くっていうのはこの映画になるんだけど、だから そこまで持っていく人間っていうのは、多分俺のイメージよりもちょっと違うものになっていくこともあるわけだから、うんうん、だからこれ考える時間も多いし、逆に台本がないっていうことは、君たち2人の方で作り上げてもいいわけなんだよ、うん、お芝居とか、そういうのをちょっと実験的にやってみたいなっていう。うん、だから次回の放送があったら、ちょっと金の役はこんなのどうしようか、例えば服装とかも今回60秒だったというか、あれに俺は別に固執はしてないから、あれはあくまでフェイクトレーラーだからさ、うん、本編になった時にどういう持ち物だ、もしかするとそういう設定とか経緯とかも何か思いついたところとか、だからもっといいアイデアがあればそれを組み上げて、で俺も台本を書いていくっていう、そういうあるべきなのかな、この企画はっていうところは、うん、はいはい、だそうです。なるほど、うん、まあこれからってことですね。まあこれからっていうことね、要は、うん、全てがこれから、全てはこれから、うん、ずいぶん長く書いてて、コメント見てなかった。そうですね、かなり熱く喋ってましたからね、はい、撮影期間が長引くと、ヤマト君の髪の長さがつながりました。そんな早いんですか、伸びる。いや、わかんないです。僕は髪伸びるのが早いですね、確か。その30秒のフェイクトレーナーも、うん、あれいつでしたっけ、監督。4月だったっけ。4月とか、ね、4月か、うん、4月から僕今これなんで、はい、まあ、確かに髪の毛は切ってないっちゃ切ってないですけど、そう考えると確か長いかもしれないです。なので、うん、もしかしたら本編中に髪が伸びてる可能性もあります。同じシーンで。同じシーンでも。ドサッと。ドサッと。ヒゲも早いしね。ヒゲも早いし。ヒゲに関してはもう、空も監督が、剃らないでいいと。うん、まあでも、武将ヒゲってことですね。おっしゃってくれたんで、それはもうごまかせますよ。1年間ごまかしてきた経験があるんでね。とある番組で。とはいえもう5分切っちゃったな、もう。そうですね。あら、もうすぐ。もうすぐ5分。早いですね。もう皆様、第1回目の。今回第1回目ということで、この辺で締めさせていただきたいと思います。すみません。寂しいよ。まだ次回にお会いできることを楽しみに。はい。
明日から生きていきます。はい、まあまあいいか。じゃあちょっと一人ずつ終わりの、ご挨拶をしていきましょうか。では直屋みりき君から皆さん。はい、金役の二駅直屋です。これから、まあ、どうなっていくかちょっと自分の中でも整理ついてないし分かんないですけども、ぜひ応援よろしくお願いしますっていうことと、そうですね、ぜひまあこう温かい目で見守っていただけたらなと。まだ力不足なところもあるので、そこはもう須上監督と山本君に支えられながら頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、はい、はい、では山本君。あ、はい、本日この生放送をご覧いただいた皆様、本当にどうもありがとうございました。この僕はD-BOYS オーディションにずっと出し続けて、ずっと書類審査で落ち続けてきたんですけど、何かの縁でこのグランプリの直哉君と一緒になれることを本当に嬉しく思っております。この平成フレッシュコンビをですね、まあ、菅見監督と一緒に、まあ、フレッシュな2人なんですけども、まあ、ちょっとドロドロとしたそういった作品をまあ楽しく作れればいいなと思っておりますので、どうぞ告知というか、まあ、見守っていただければありがたいなと思います。2回目もぜひこの東京の夜景が一望できるとあるレストランからお送りしますので、どうぞその時も楽しみにしてください。近所ヤブでした。どうもありがとうございました。ヤブくん、はい、はい、では、最後に私の方から、1時間半、ありがとうございました。で、まあ、すみません、早めに来ていただいた8時半からニコニコ動画の方では、はい、会場してましたので、そこから来ていただいた方は、6時半から来ていただいた方は申し訳ありませんでした。ちょっと1回目の放送でしたので、不具合のないようにちょっと念を入れてというテストというかテスト放送からやらせていただいてということにさせていただきました。今回ちょっと、放送に関して、お見苦しい点とか、ありましたところはちょっとお詫び申し上げます。ということで、まあ、今回このキノキッズチャンネルというプロジェクト、何度か放送内でも、話させていただきましたが、日本においては、前例のないやり方です。こういう形で、映画を作る、まあ、自主、まあ、ほぼ自主制作ですね。こういう形で、皆さんも一般の方から支援をいただいて、映画制作を目指すということは初めてです。なかなかこう道は険しいですが、自分としては、非常に素晴らしいものに仕上げられる。特にこの主演のお二人、近所の大和君、入江直哉君、このお二人と僕出会えたことで、こうやって視聴していただくファンの皆様にもこう感動していただいたということで、何としてもこれは実際の映画制作に結びつけていきたいと思います。で、皆さんの方もちょっと協力をいただいて、動画の方に、足跡を残すコメントをしていただくなり、すればまだこの企画の方が実現する可能性というのがどん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 高まりますので、でそれでクラウドファンディングを目指し、実際の映画を完成させて皆様の、お手元に、お手元には DVD か劇場に公開して皆様に見ていただけるような形を半年でもっていこうと思います。で、今回は1回目の放送ですので、はい、まだ2回3回と、この3、なるべくこの3人でやっていきたいと思います。それはまたお知らせをしますので、詳しくはキノキッズチャンネルの方、もしくはハッシュタグ、普通じゃない職業出てない出てない出てない、の方で僕の方から情報があれば随時更新していきますので、よろしくお願いします。では今後も、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。